今日は多治見を代表するベトコンラーメンという牧田ですね。外観など結構趣があって期待はして入りました。ベトコンは僕は厳しいですね。ベトコンラーメンなら羽島のベトコン新居、そして東郷のベトコン新居、名義西口のベトコン新居、そして湿気橋の近くにある幸楽、こちらの4店舗がおすすめです。その中でも味噌ベトコンなら幸楽ですね。醤油ベトコンなら羽島のベトコン新居がトータルバランスを見ておすすめとなっています。こちらのベトコンラーメン、結論から言うと揚げニンニクでしたね。ちょっと僕は許せないかなって感じですね。ホクホクのニンニクが好みですね。なので揚げニンニクやニンニクチップは論外かなと。あと味がぼやけてましたね。油が多すぎて味がぼやけて、辛さだけを主張してきたベトコンラーメンでとても残念でしたね。もうちょっと味見をしに行った方がいいのかなと。いろんな店も食べ歩いて作った方がいいのかなって感じで、麺もちょっとなんか小麦臭かったですね。はい、もうちょっと粉を落としてからやった方がいいのかなということで、クオリティも喧嘩してしまい低いかなっていう、非常に残念ですね。まあ、大将見てくださったんなら、いろんな愛知のベトコンラーメンを食べに行くのもありかなっていう感じですね。それとやっぱ自分が作るのは美味しいと勘違いしてしまうので、そこを直した方がいいのかなって感じです。僕ならもっともっと味見して研究を積み重ねて頑張ります。でもご来店お待ちしております。バイチャー。